東京都交通局6000系電車熊本電機、鉄道6000系電車熊本電機鉄道6000系電車は、熊本電機鉄道が所有している電車の一、形式である。老朽化した500系及び600系の置き換えを、目的として、都営地下鉄三田線で使用していた東京都交通局、6000型を譲り受けたものである。 譲渡された車両は、1968年製造の一次車、二編成と1972年製造の二次車三、編成で、編成両端部の先頭車のみ譲り受けて二両固定編成とし、三田川の先頭車を、三吉川に、西高島平川の先頭車を上熊本、藤崎宮前川に連結している。なお、熊本電鉄に譲渡された車両はすべて、北地製作所制である。 譲都に際しては、以下の改造が、西鉄筑紫車両基地内にある、西鉄産業筑紫工場で実施された。当初は、番号や塗装を変更せず、外観的には、都営時代と大きな差異はなかったが、1999年以降は一部編成で、塗装変更されたほか、全面下部に廃焼機を設置したため、当初とは異なる外観となった。また2001年以降、全編成に、 順次 ATS が設置され、車両番号に A が追加された。2015年には、熊本地域振興 IC カード導入に伴い、IC カード対応の運賃箱に交換し、運賃表示器をレシップ製液晶ディスプレイに変更した。熊本電気鉄道の主力車両として、藤崎宮前三好間で運行されている。本形式は、全長が20メートルと長く、各駅が、 最大18メートル車に両分程度の法務長しかない上熊本北、熊本間には入線しない。2018年に 6101A 編成の自己廃車、2020年に 6221EF 編成の老朽廃車が発生している。本形式はすべての車両においていずれかが異なる点を有している。本説では廃車された編成についても解説する。 6101A6108A1995 年12月22日運用開始。都営時代は非冷房だったが、譲渡時に分散型冷房装置を1両に4機搭載する冷房化改造を実施し、熊本電鉄発の冷房付車両として登場した。都営時代の塗装のままで収益したが、後に車体体を藍色から赤色に変更している。なお、 都営でのデビュー当時も赤色であった。2014年夏に自動車の衝突で倒れたガードレールに乗り上げる事故に遭遇し、その際に台車や床下機器を大きく損傷したため、旧車で車両基地の外れに留置されていたが、復帰することなく2018年11月17日付で廃車、解体された。 6111A6118A1996 年12月23日運用開始。都営時代は非冷房だったが、上渡時に 6101A 編成と同様の冷房化改造を実施した。当編成は現在も車体塗装の変更がされておらず、都営時代の塗装のままである。2019年現在、 熊本電鉄の営業用車両としては最も古い車両となっている。6211A6218A1999 年12月22日運用開始。東京都交通局での6000系の置き換えが遅れたため3年ぶりの導入となった。なお、この間に車両補充のため南海電気鉄道から200型を導入した。当編成は 都営時代に集約分散型冷房装置を一両に2機搭載する冷房化改造が実施されている。車体体の変更はないが、視認性向上のために全面窓周りを警戒色に塗装している。2000年12月14日運用開始。6211A 編成と同様に都営時代に冷房化改造されている。導入当初は車体体の変更はなく、 6211A 編成に比べ全面窓周りの軽快色の幅が広かった。2014年に 6221A の台車を川崎重工業が開発した CFRP 製台車フォーリングに交換するとともに、熊本県のゆるキャラ、熊門のラッピングを施し、同年3月14日より熊門電車として営業運転を開始した。これに合わせ、 車体帯をアイロからダークグレーに変更し、フォーリング搭載車両のみ車番末尾アルファベットを A から EF に変更した。2020年11月27日をもって引退し、翌年1月中に解体された。6231A6238A2001 年12月14日運用開始。6211A 編成と同様に、 都営時代から冷房化改造をされている。改装前の6221アンペア編成と同じ色太い警戒色が特徴だが、全面の青帯が警戒色同様に貫通扉まで配されている。また、車体改造の際に、車体側面の下部がコルゲートのないステンレス1枚板になった。2021年10月31日をもって引退予定。ありがとうございます。